とか教えてもらえますか？いいよ。じゃあ一回握手してみよう。はい、はい、お願いします。ありがとう、来てくれて嬉しい。ありがとう、はい、何歳なの？12歳です。12歳かわいい。え、学校どう？楽しい？楽しいです。勉強はどう？頑張ってる？はい。お、私もちょっと頑張るから一緒にお時間です。ありがとう、来てくれて。またね。おー、めっちゃ元気にしました。本当に？はい、嬉しい。じゃあちょっと、はい、ゆかちゃん、はい、ちょっとメンバーとして拍手お願いします。よろしく、頑張ります。ありがとう、ありがとう、ゆかちゃん来てくれて。どこから来てくれたの？愛知から来ました。嬉しい。ちょっと可愛いなって思って、押したいなって思ったんですけど。ぜひ押してね。押します、押します。ありがとう、時間ね。また会いに来ます。おー、いい。愛が伝わる。でもね、はい、もっと愛が必要です。もっと、はい、これから3ポイント教えるので、はいはい、ちょっとポイントを説明していきたいと思います、はい、まず、はい、1つ目、はい、私はまあクロスで握手をしているんですけれど、こういった自分流の握手が必要だと思います。はい、ポイント2、はい、自分のファンの方が他のレーンにいた場合はしっかりとバレてるよってことを伝えましょう。おー、ポイント3、劇場公演の時に自分が出ていない曲がある時に楽屋でしっかりとモニターをチェックして、自分のファンの方がサイリウムを変えていないかしっかりと監視して、握手会の時にもし変えているファンがいた時に、来た場合はしっかりとそれを伝えて、自分は出ていない時に握手会でサイリウム変えてたでしょってしっかりと伝えることがとても大事だと思います。おー、この3つの点を踏まえてこれから握手していくといいなって思います。はいはい。やっぱりね、握手会っていうのはさ、1対1の大切な空間だから、やっぱりすごい楽しい場所にしていきたいなって私は思っているんですよ。だからさ、やっぱりファンの方と楽しい空間に作り上げていけたらいいなって。ありがとうございます。なんかすごかったね。愛がすごい ね。いや、私翔太さんに握手教えてもらおう。もう桃と桜でピンクかぶってるからな。赤ぶりしないと、ね、赤ぶりしないと。まず、それ、それって何なの？